こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、露天屋で黒胡椒マヨチキンバーガーとリブサンドとハッシュマックスチーズっていうのを買ってきたんですけど、実は今日、公開日は違うと思うんですけど7月の29日なんですよね。で、27から29日にロッテリアが肉の日っていうのをやっとって、今日買ってきたバーガーのお肉が2倍なんですよ。で、普通のやつを1個買ってきて、2倍のやつを2つずつ買ってきました。どんな感じなんでしょうね。いただきます。ポテトはね、食べにくいんでお皿に移します。で、今回出とったドリンクでこちらですね。大きくないですか？メガアイスカフェラテです。普通のアイスコーヒーのメガもあります。で、まずは普通の黒胡椒マヨチキンバーガーを食べてみます。はい、こんな感じですね。これが黒胡椒チキンですね。美味しそう。今回の出とったダブルの方もちょっと出してみます。もうね、なんか袋がずれてますよね。通常のサイズじゃないから。もう見てください、チキンがダブルですね。比べてみると全然違う。これはね、お得ですね。おいしい。チキンがすごくジューシーですね。で、衣もカリカリで美味しいです。で、細切りのキャベツとこのチキンに黒胡椒とマヨネーズがすごくよく合います。パンはふわふわですね。で、こっちがダブルですね。お肉が2枚になってめっちゃ食べ応えがあります。で、チキンがね、なんか薄口醤油で生姜が効いとって、もう味付けもすごく美味しいですね。だからこれが2枚入ってて幸せです。で、結構厚みがあるから口を大きく開けないと食べれないですね。もう竜田揚げ風のチキンで、すごく美味しいです。このふわふわパン、シャキシャキキャベツ、カリカリのチキンっていうね、いろんな歯応えがあって楽しいですね。で、次はリブサンドポークです。はい、こっちが普通の通常サイズで、こっちがダブルですね。違いますよね。この中のお肉がスモーキーで香りがすごくいいですね。このパンはもちっとふわっとしとって、これも香りがいいです。フランスパンっぽいけど柔らかいフランスパンですね。中はレタスです。ソースにからしマヨネーズと、あとバーベキューソースみたいな感じかな、かかっとって美味しいです。そしてダブルですね。結構ね、リブポークは平べったいからちょうどいい感じです。で、こっちの3つがカラフルタピオカカクテルソーダです。で、こちらが福岡アマオイチゴ&オレンジです。はい、このソーダの中にカラフルなタピオカが入ってますね。なんかお祭りにありそう。すごい爽やかなソーダですね。結構炭酸効いてて美味しいです。で、いちごオレンジが甘酸っぱくて美味しいです。で、ダブル2個目です。はい、お肉飛び出てます。ちょっとなんか見た目が妖怪っぽいですね。これ振らないと色がついてないところはただの炭酸水ですね。で、こちらは沖縄パイン&メロンです。タピオカが綺麗ですね。メロンも美味しいです。タピオカがね、もちもちしとっていいですね。ポテトにケチャップつけてくれてます。
次はハッシュマックスチーズバーガーです。はい、こんな感じですね。おいしそう。パティが入ってて、ハッシュポテトが入ってますね。で、これはチーズも入ってます。チーズもちゃんと2枚入ってるんだ。これもね、ダブルを2つ買ってます。じゃーん。普通のやつでもパティが2枚なんで、ダブルは4枚ですね。1、2、3、4、5、6、7段ですね。挟んでますね。うん、粗星のポテトが入ったハッシュドポテトと、あと衣のカリカリが香ばしくて美味しいですね。チーズもね、2枚も入っとるから結構存在感があります。うん、でソースはケチャップかな。うん、で瀬戸内レモン&オレンジです。冷えたオレンジジュースっていいですね。このタピオカがね、涼しげですね。そしてパティ4枚のダブルですね。うん、すごい食べ応えがありますね。綺麗に作れますよね、ロッテリアってね。はい、綺麗に並んでおります。うん、最後の一口いただきます。うん、ごちそうさまでした。ロッテリアのバーガー、肉の日限定でダブルになる3つの商品、めっちゃ美味しかったです。今日食べた3つのやつも全部美味しかったんですけど、肉がダブルになるっていうのがいいですよね。結構ロッテリア肉の日にいろんなことをしてくれるけど楽しいですね。で、今日食べた3つの商品の中で私一番好きだったのはね、黒胡椒マヨチキンサンドですね。竜田揚げのようなチキンがすごく美味しかったです。で、タピオカのね、ドリンクもね、美味しかったですね。タピオカっていいですよね。カフェラテもメガサイズで最高でした。で、とても美味しいので皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったら、よかったらコメント欄などで教えてください。この動画がよかったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。